ニケフォロス一世、ラテン語、ニコフォレス七760年 ?811 年7月26日は、東ローマ帝国の皇帝。先ーレーネーを廃してニケフォロス朝を開いた。ニケフォロスは、イスラームの師書には、古代末期に、アラビア半島北部にあった帝国の衛星国、合算朝の王家の子孫であると記載されているが、真偽は不明である。 剪定である英霊姉の代には税務長官であったが、802年10月31日のクーデターの中心人物として、英霊姉を大意に追い込んで即位した。このクーデターには、彼の他にも司法長官やこの絵ブ隊長官、さらには英霊姉の一族すら参加していた。翌803年、ニケフォロス一世の即位に反対するバルダネストルコスが反乱を起こすが、 彼はすぐに投稿したため大きな混乱にはならなかった。ニケホロス一世は財務官僚としての経験を生かし、英霊姉によって危機的状態に陥っていた財政の再建に着手した。彼の経済政策については同時大臣であり、性的英霊姉の支持者でもあった年代記作者のテオファネスが詳しく報告している。テオファネスによると、 彼が行った最も重大な悪性は以下のようなものである。これらの政策は基本的には英霊年時代の減税の廃止や徴税の厳格化などであり、ニケフォロス一世の経済政策への知識がいかなく発揮されている。また、船乗りたちに対する政策は彼らの生活基盤の強化や商業活動支援政策になったと考えられる。 住民の移住政策は、当時帝国領に復帰して間もなかったギリシャ地区、特に、ペロポネソス半島に対する支配強化と、中部地中海への進出の始まっていた北アフリカの、イスラーム勢力に対する防衛強化策であると、考えられている。なお、これらの政策は、英霊姉時代から受け継がれたものであり、ニケフォロス一世は、バルカン半島に新たに、テマテッサロニキ、 テマペロポネソス、テマデュラキオンを設置した。また、テマケファレニアもニケフォロス一世が設置した可能性がある。クルムハーンの下にニケフォロス一世のドクロハイが差し出されようとしている。しかし、これは、広大の創作である。ジョーズの部分拡大。ニケフォロス一世の時代、フランク王国のカール大帝とは、800年のクリスマスにカール大帝が ローマ教皇から与えられたローマ皇帝の称号をめぐって交渉が続けられ、パクスニケフォリの締結こそなったものの、ニケフォロス一世の代で最終的解決もしくは妥協に至ることはなかった。また、反乱を起こしたベネツィアに対して809年に艦隊を派遣している。さらに、帝国の東西で軍事遠征を繰り返して行っている。 しかしこれらの多くは成果を上げることがなかった。東方のアッバース朝に対しても何回か軍事遠征を行うが、ハールーニャ、イコールラシードの反撃にあって敗北し、高納金を支払う条件では役を結んでいる。一方、彼の時代には、第一次ブルガリア帝国がクルムハーン地成下で勢力を拡大し、英霊姉時代に回復したマ,マケドニアや、 テマトラキアなどへの侵入を繰り返していた。ニケフォロス一世はこれに対しても何回か軍を派遣する。そして811年には、ブルガリア領内に大軍を率いて侵入し、首都プリスカを制圧、焼き打ちした。クルムはこの時和平をこうたが、ニケフォロス一世は応じなかった。しかしその直後の7月26日、バルカン山脈のバルビツや峠で、 ブルガリア軍に襲われて、ニケフォロス一世は戦死し、遺体すら発見できなかった。ローマ皇帝の戦死は、ハドリアのポリスの戦いでのアレンス以来のことである。なお、広大の司書には、ニケフォロスがクルムの下に引き出されたり、ニケフォロスの頭蓋骨が金箔を貼られ、クルム所有のドクロハイにされてしまったなどと書かれているものがあるが、これらは皆後付けの伝説である。 ありがとうございます。